タミン。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。プリンです。カステラです。本日も始まりましたミミダミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミミ .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。はいはい、今日のいいですか？いいですよ。いいことありました？いや、いいことはない。むしろこれ何っていう話。これ何っていう話なんですけど、はい、ちょうどあのプリンの名前にもなっているプリンですけど、はい、プリン食べるときって、はい、あのなんかプリンってあのつるんって取れるやつと、はい、瓶にへばりつくなんか高級なプリンあるじゃない。はいはいはい。あれのなんか高級版のプリンがうまく取られへんことに対するストレス、はい、おおいいんじゃないですか。これがちょっとストレスなんですけど、うんうん、聞きましょうそのストレスを。全然以上やけど。以上。あれなんかなんで高いプリンほどうまく取られへんのかなっていう。ああ、プリンの例えば好みで、うん、あの硬いプリンと滑らかなプリンがあるじゃん、うんうん、そうそうそう。でなんか上膜張ってるみたいな、うん、まあ どっちが好きなの。え、私はもうつるんっていく方が。あ、滑らかな。そうそう、あのなんかスコンって取れるやつ。あ、プチンプリン的なやつ。ああ、あれはどっちなんだろうね。硬いプリンなの。あれ硬いんじゃない。プリンってなるもんね。プリンプルンってなる。ああ、あれ硬いのか。あ、もっと硬いのある。うん、だから多分地方の方行くと瓶に入ったやつは硬いんじゃないの。滑らかな。まあいろいろあると思う。なんかその高級なモロゾフとかもそうだけど、うん、なんかもう高級のレベルがバレてそうで嫌なんやけど。いいんじゃないですか。高級のそういう瓶に入ってモロゾフとか、うん、あとなんか牛乳屋さんで作りましたプリンみたいな。うん、はいはいはい。あとなんか地方でさ、お土産として売ってるこう瓶に入って、うん、牛乳瓶みたいなとか、あ、はいはいはい、とかは必ずと言っていいほど、うん、作ったら残るじゃん、うん、残るね、あれ、うん、ヨーグルトもそうだね。そうそうそう、あれなんかもったいなくないっていう、ね、なんか高いほどちゃんと食べたいやんっていう。あプッチンプリンだからスルンって取れるやん、まあ、あれは全部食べましたみたいな、まあ、あれは企業努力で、うん、この逆さにして出して食べてくださいよっていう、あ、めんどくさいからこのまま食べちゃう人ももちろんいるんだけど、 それが瓶に関してはそれはない、全く感じられないじゃん、うん、むしろ逆さまにできひんもんな。このまま行ってくださいっていう感じじゃない。そう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 、このまま行ったらさ、うん、めっちゃ残るやん。残るね。あれもったいないやん。あれもうスプーンの形によると思う。もうそこまで行くと。みんなどうなんやろね。みんなどうなんやろね。みんななんかそこにストレスかか感じてへんのかな。ストレスは感じないけど。感じね。だからスプーン、わかんないけどスプーンの形じゃない。中に入る、うん、スプーンを中に入れなきゃいけないじゃん、うん、そうそう、あれもスプーンが入んなかったら食べられないじゃん。そうそうそう、ち絶対残るよな。だから平らなスプーンあるじゃん、よくあのある高級アイスを食べる、そう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 、あれだったらば、うん、いけんちゃう全部、うん、だいたい丸いと、まあ、ヘラがな物理上、まあ、そうすくえないじゃない。断面がな、そうそうそう、そういう感じ。そこはまあ今話してて思ったけど、例えばその魚、魚、魚の身もさ、うん、めっちゃ綺麗に食べたいけど、うん、うまく食べられへんみたいな、あ、まああるやん、うん、共通するなと思って。あ、なるほどね。魚結構得意なの。いる、そういう人が羨ましいなと思って、うんうん、さーって骨が取れちゃう。うん、本当に気持ちいいぐらい骨が取れる、ね、なんかそれもさ、うまくできひんストレス、あ、うん、るなと思って、まあ、それはもうあれじゃない、まあ、ゆっくり食べていけばいいんじゃない、もう健康のために。そう考えた方がいい、ゆっくり。だからこっちとしたら、
お腹空いてるからささささって食べたいな。もう早食いだもん。早食いだ。早食いだもん。早食いだからね。だからその取られへん、食べたいのに取られへん。ああそういうことね。もやもや。もや。でなんかご飯お米とのバランス悪くなるみたいな。ああもう諦めて、それはもう結論からしてゆっくり食べる。そうなるやん。だそうだよ。結局のところさ、こう気持ちいい感じじゃないっていうか、プリンも、うん、魚も、うん、皆さんどうですか。ああなるほど。カニもその部類になるよね。そうそうそう、カニのとこにこのはんこれ切るとこあるやん。あ切るとこ、爪のとこ、うんうんうん、取れへんよね、うん、カニは結構、まあカニを食べるときに初めしんどいけど、そっち慣れてくる、周りを見ながら。いろんな人いるんで、取れたと思ったらポロンって落ちてる。まあ確かに。でも周りを見ながら、ああこういう、この人はこういう風にやってるんだと思いながら、あそれをアレンジしながらやっていくと結構うまくいくよ、うん、まあ無言になるけど。無言やし、なんか手についてくるしな。うん、手ついてくる。間違いなく手ついてくる。めっちゃついてくる。やっと取れたと思ったらめっちゃ手についてるし、ね、そうそうそう。だからといってカニかまぼこ行ったらカニではないから、まあそれもやっぱり爪のとこはもう私に回ってこんようにって思うよな。まあそうだな。爪は回るの嫌やなって思うよな、うん、あそういうね、日々のストレス、うん、抱えてますって日々のストレス抱えてます。食に対するストレス抱えてますよっていう。まあでも気持ちは分かんなくもない。そうやな、うん、せっかく買ったのに。そう、高い方がよりそうなるっていうプリンに関しては、うんうん、確かにね、うん、だからカステラのあれな、カステラのペローンって後ろに、あペローンってやつな。あれもなんかうまく取れへんやつ、あの茶色いとこがそうそうそういっちゃうよね。そう、紙の方に。そう、一回失敗したら全部持ってかれるやないか、うん、途中で止まらへんやろ。まあそうだね。それはそうだ。インクうまくいったらいけんねんけど、うん、初め失敗したら全部持ってかれるやん。持ってかれる。ペロンって。うん、もうそこでもうそこがもう、うん、なんていうのかな、諦めてくれっていう、うん、そうことやな。もうあれもなんかほんま損した気もするね。だからってこうギッてやろうとは思わんやん。まあ確かにそれは思わない。それはそうやん、うん、あのケーキのあのホールのこのバニラミニールあるやん。あれはあんま嫌い。あれでもみんなフォークかスプーンでこうやって、まあ、もったいないから生クリームをこうやって。あれは何、いいよねあれやっても。いいと思う、うん、あそれに関してやらへんわ私、うん、俺はあそこの部分はスポンジをつけます。こうあーなるほどね。で食べるみたいな。なるほど。もったいないじゃん。だってもったいないよ、うん、もったいない。せっかく職人さんが作った生クリームを、うん、そこで捨てるっていう、うん、だからそうやね、うん、結局そう、それ食べていいと思う、うん、だからなんかもうちょっとこう、うん、最近な、うん、食のあれとか言うから、うん、もうちょっとこううまく食べさせてほしいよな。そうだよ、うん、絶対そうだって、うん、ほんまに。まあクリスマスシーズンになりますしね。なんかまとめに入ってきた。うまくね。そうだな。そのストレスはでも解消できると思うよ。だからまあこのストレスは、まあ、倍食べれば収まるのかなっていう、うん、まあ慣れるしかないや。骨は、骨はね、うん、骨は慣れるしかない。プリンに関してはほんまになんか買った半分、半分って大げさやけど、大半がなんか、うん、払ってるんちゃうかっていう、ま、いいと思いますよ。いいですね、はい、なかなかシビアなストレスですね。ストレスはね、ちっちゃいストレスに聞こえるけど本人は大きいと、うん、食はやっぱりさ欲やから。そうだな、うん、そう欲やから。強めに言われてもな、確かにそうだよ。よくはやっぱ満たされるべきやな、うん、眠い時に寝るなっていう、しんどいよな。そういうことやから、うん、まあ、分かる気がする。皆さん気をつけましょう。そうですね、はい。
はいはい。そんな話からの、そんな話からの、まあ、つい最近また、まあ最近っていうか先月、うん、ね、初めてね、会社の方で、まあ、バスケットっていうのを、はいはい、Bリーグ観戦しまして、 Bリーグ、そう、 Bリーグってさ、 B3、B2、B1、まあ、1、2、3ってあって、うん、まあ、B1 が J リーグの多分 J1 だと思うんだけど、はいはい、僕の把握の中ではあるんだけど、うん、B3 のね、うん、試合を東京で観戦、うん、はいはい、B3 しましたよね。しましたね、はい、その時に、うん、まあ、正直分からなかった、うん、ごめん本当に申し訳ないんだけど、うん、チーム同士、うん、やっぱり馴染みがないじゃん、まあ、あんまりいいかな、あんまりね、まあ、地元、うん、地元がその例えば地方 の、 そのチームだったんで、うん、でもその岩手ビッグブルーズと東京ユナイテッドバスケットクラブ見に行ったよね。行った、うん、初めて見に行った時に、まあ、初めね、うん、そのまあバスケの試合なんで、うん、あ、バスケットっていう雰囲気を楽しめればいいなって思って、うん、行ったわけじゃない、うん、そしたらさ全部説明してくれるのね。あ、ルールみたいな、ルールもそのもう試合中も、そ、ね、そのなんていうのかな、太鼓とかラッパとかそういうのなくて、もう DJ の人が音楽流しながら、そうそう、うん、全部今のファールはこうですよ、あ、そうやったね、誰が得点しましたよ、うん、交代ですよっていうのを全部説明してくれて、うん、まあその前に試合前にさ、初心者でも分かりやすいような、うん、まあ、試合にしたいみたいな前振りがあって、うん、でその東京ユナイテッドバスケットクラブでいいのかな、うん、TUBC の社長が挨拶してくれて、もう B2 行きますみたいな、行っちゃいますみたいな、すごい、ね、熱い、すごいパッションがあって、その前にさ、その前にあの並んでる時に誰やこいつっていう誰なんだろうって思った人は社長だったんだよ、ね、歩いてたけどみんななんか手振ってんな、そうそう、あ、知ってる人は知ってんだなと思って、うちら社長会議、そう、うちら申し訳ない、本当にもう無知で本当にもうバスケット楽しむ初めて行ったんで、 そうね、その人がね、そのね、社長さんだって分かんなかったけど、うん、そういう感じなかったもんね、でもそういう、そう、フレンドリーで、だからそのフレンドリーさが良かったのかなと思ったけど、うん、いざ試合見て会場行って、うん、その時3000人入ったの、3000、まあ多分バスケットでは少ないんだかな、分かんないけど、ね、3000人ぐらい入ったんだけど、まあ有明アリーナっていう東京の、うん、多分あれ東京オリンピックの時に何かで使った、うん、多分体育館で、うん、アリーナ体感でやったと思うんだけど、まあでも新しかったっていう、新しくて綺麗だったっていうのもあるし、その3000、俺3600人って言ってた気がするんだよね、3600人だと思うんだけど入ったっていう、まあ2階席は当然その金曜日だったんで埋まらなかったんだけど、1階席とかさすごい盛り上がったよね、みんなね、まあグッズも売ってたけど、グッズ結構売ってたよね、売ってた売ってた、えもうB3 って言ったら失礼やけどね、それでもこんだけのグッズ売ってた、そうそう、あ、バスケって盛り上がるんだなって思ったのが正直な話で、うん、その後に試合を見て感じたのが、あれ多分みんな推しメン、推しを探さなきゃダメよ、あ、選手、選手の、あ、まあ多分江東区で多分作って、東京の江東区でをメインで多分やるとは思うんだけど、うん、あれ推しメン探して、うん、ああこの人だったり、あと下からこうやって、うん、なんていうの、ジャニーズジュニアみたく、うん、押していくっていう、お互いみたい、そうで、なんていうの、 J1 まで行くっていう、まあね、うん、まあそれ多分支えましたよっていう、育てていくみたいな感じの流れになると思うんだけど、うん、いやでもスポンサーを見たらやっぱすごくて、うん、すごかったよね、うん、一流どころがバンバン入ってて、うん、あ、これはでもスポンサーの、うん、なんていうの、バックアップで、うん、感想だけど、うん、まあ、でも強くなっていくんじゃないかなと、うん、まあ、そのだけスポンサーが集まれば選手も集められるし、 B3 の1位と2位やったんですか、あの時ね、1位と2位、1位がね、1位が岩手のビッグブルズっていうキャラクターが、赤べこの
かわいいやつ。かわいいやつ。本当。顔でかかった。まあ写真撮っちゃいましたけど、一緒に。でも、あ、いいなと思って、かわいいなと思ったんだけど、まあそういう部分では、なんか、そうね、ビッグブルーズと、まあ、試合見て、あ、こう今ここがファールです、うん、今得点誰です、うん、はい休憩ですよっていうのが分かりやすくて、うん、初めて行ったのに、うん、ちょっと親近感湧いたっていうか、うん、あ、バスケ分かりやすかったね。そう、試合内容は、うん、なんていうのかな、面白かった、うん、展開的には面白かったんだけど、バスケを体験するかどっちが勝ってもいいのよ。まあね、うん、そう正直言うと、うん、だけど面白いなと、うん、正直面白いなと思ったんで、うん、これ琉球も行きたいなみたいな、うん、なるわけじゃない。そう、うん、行きましたよね行きましたそう、琉球の、まあ申し訳ないんだけど、琉球ゴールデンキングスの前に行っときたいと、うん、まあどんなもんか、ね、どんなもんかと、バスケとはって、そうで、バスケ素人の、うん、自分たちが琉球そのゴールデンキングスの試合前にちょっと予習予習じゃないけどそう雰囲気とか、うん、だからあれ雰囲気が作って、まあ、東京で見たの雰囲気が良かったから、うん、すんなり入れたって。確かにね。あ、こういう雰囲気だった。応援方法みたいなの教えてくれたもんね。そう、東京は、東京の方は応援方法から教えてくれたんだ。こういう時はこうやって手を叩くみたいな。そうそうそう、うん、もう本当にもう、うん、手取り足取り、うん、教えてくれて、もちろんねグッズもそんなにまだ売れてなかったかもしれないけど、 あ、でもあ、こういう風にバスケって応援するんだなとか、あ、なんか、なんかそのタイムの時とかも皆さん踊ってね。そう、踊って応援の人ら、うん、そうそう踊って、応援の人らっていうかそのチアリーダーね。そうそうそう、でダンス、もちろんダンスもやって、うん、まあもちろんそういうのも見たんだけど、あ、すごいできてるなって、ま、間が開かへんっていうか、間が開かない、うんうん、で、まあ試合時間は10分10分全部、うん、第4クォーターまで10分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 で、うん、間がチアリ、うん、チアリガールの人、うん、チアリーダーの人が踊ってくれて、うん、飽きないよね、うん、結果的にね、ずっとね、うん、それを体験できたんで、それでそれから琉球に乗り込む沖縄アリーナ沖アリ、沖アリ、沖アリにね乗り込もうと、うん、もう無知じゃ失礼なんで、え、本当に、うん、っていう感じで、でも本当にバスケットを体験できたっていうのは良かった、週だなと、良かった日だなと思って。バスケは 近いからより見やすいよね、うん、なんかまあ私らとか野球がね、そう、野球の話をしょっちゅうしてるけど、うん、野球って遠いし、野球遠い、まあ、サッカーはまあまあ遠いし、野球遠いのよ、うん、野球は遠い、遠いし、うん、まあ確かにボールもちっちゃいしねまあね、今のボールストライクみたいな、うん、そうそう、なかなかさ、もう分かれへんもんね、うん、だからそれは 見づらいけど、バスケって近いからね、あそこのさ、そう、点の入るシーンがさ、うん、ゴールね、見やすいじゃない、確かに、ゴールだから、うん、ボールも大きいしさ、うん、そういうのは、あ、見方を変えると面白いな、まあね、うん、まあ、すごい盛り上がってるし、ね、盛り上がってる、知らないけど、うん、選手をごめん本当知らなかったけど、うん、なんかこの人活躍してんなみたいな、うん、その試合だけだけどね、仕切ってる感がね、仕切ってる感が面白かったのが、次の日逆、まあ逆、もう、あの、その俺なんか見た時は大差でちょっとね、まあ、あの岩手の方がもちろん圧勝して勝ったんだけど、ね、うん、次の日圧勝して東京勝ったんです。すごいね。その時の観客数が9000人だって。すごいやん。3倍、3倍やっぱあれか、休みの日やからか、土曜日だったんでね、3倍、まあそのチケットが偏っちゃったかもしれないけど、ートータル的に言うと5000人、6000、5000人ぐらい入っちゃって、5、6000人入ったことになるわけよ。すごいやん。そうだよな、1万2000人割る人だから、6000人入るって、B3 の試合で6000人、本当でもびっくりしたよね。え、そ、 B3 やもんな。 B3 で、そう、すごいわ、うん、それは見て、あ、バスケってすごいんだの熱がなと思ったし、うん、でも試合展開もやっぱ激しいんで、行ったり来たりね、行ったり来たり、うん、激しいから、うん、あ、面白いなと思って、まあ、今後ね、ミーミーをはじめとして、はじめとして、うん、まあ、応援していこうかミーミーをはじめと、ミーミー代表して、代表してちょっと応援したいなというのが、どこやな、
どこだね、うんうん、まあ、もちろんさ、いろんなとこを、うん、バスケは見て行きたいよね。そう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 、いろんなとこ応援するっていうのは、うん、まあ、スポンサーいろんな絡みもあるけども、うんうん、いろんなとこをちょっともっと盛り上げて、まあ、微力ながら、うん、ちょっと応援、まあ、他のチーム応援できればな、見たいよね。なんか独特な応援とかもあるし、独特なんだよね、まあまあ、うん、確かにそのそういう話もね、基本ベースは変わってないんだよ、応援の仕方の、うん、でもなんかミュージックが違うんで、うん、テンポも違うから、うん、あ、そういうとこ結構面白いなと思って、なんかね、うん、楽しめて、なんかその音楽とか派手やから、そうなの、すごいなっていう、演出も派手だし、うん、だそういうところはこんな感じなんやっていうね、うん、面白かったなと思います。琉球また行きましたね琉球ね、ええ、
はいはい、はい、どうでしょう、どうでしょう。11月って言えば、そろ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 イルミネーション、いいですね、来ますね、冬やもんね、うん、ぜひともそのね沖縄の方がその東京方面に行った時に、うん、車、暁には車レンタカー借りなくても電車だけで羽田に着きました、うん、成田に着きました、うん、電車だけでね、うん、綺麗なとこ見たいじゃないですか、うん、せっかくならば、そうよね、うん、足が便利なとこいいよね、そう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 、まあ、東京でねレンタカー借りるってね、まあ、正直あんまないもん、いろいろしんどいんで電車で行くっていうね、うん、お気軽に行けるところ、はいはい、ちょっとあのいくつかご紹介しようかなと思います、うんうん、まあ、本当にでもこれ見てね損はないと思う、うん、見た時に、うん、ね、まあ、とりあえずじゃあちょっと3つぐらい、うん、まあ、2つか3つぐらい、うん、時間が許せる限りにちょっとお伝えしようかなと思いますね、はい、で1つは、まあ、六本木の欅坂、うん、ね、六本木の欅坂ですね、まあ、一番近いのはなんだかんで言って六本木駅、日比谷線の六本木駅、東京、うん、大江戸線の六本木駅、まあ、麻布十番駅ありますけども、ね、南北線の、うん、まあ、どこかで降りていただいて、うん、欅坂っていう、うん、あの六本木のテレビ朝日がある、うんうん、ヒルズがあるとこですね、うん、そこは今年も多分 青だと思いますので、私ちょっと確認してないんですけども、青いイルミネーションいつからやろうね、調べますね、うん、ちょっとまだ見てないので分かんないんですけど、うん、そこはでも本当にね24日12月の24日、うん、あ、もう始まってます、始まってますかごめんなさい確認してなかったんで12月の20、うん、まあ、これ始まってるところも11月からもう多分始まってる、うん、11月6日から始まってましたね、これね、うん、私の確認だと10月準備してたんですよ、照明のその、作業してる方が、はい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 、やるなと思って、やるなと、今年も。で一回ねちょっとあの面白かったのが、うん、コロナの時にやっぱり電球がね若干少なかったんだよ、そういうことあるんやね、や、うん、で今はね多分ものすごい電球の数使ってくると思う去年あたりからね、うん、多分変わってるかなと思うんだけど、うん、それはね、一見の価値はあるんじゃないかなと、なるほどね、うん、ほんまに人多いもんね、12月の24日だけは避けてください、うん、皆さん、皆さん、車では行かないでください、その日に行きたいよね、でも車で行っちゃダメ、まあ、車はさすがにない、車は本当にいろんなナンバーが並ぶぐらいいろんなナンバーっていうと、まあ地方のナンバーが、地方の、ね、うん、バー並ぶので、ね、うん、そのぐらいどこにこの車向かっていくんだろうって思うくらい並ぶんで、それがもう六本木の欅坂です、人気あるってことやね、地方からも、うん、でも歩いていく分には、うん、欅坂を登っていただいて、うん、もうこれね外国人の方のが知ってるんですけど、うん、写真スポットがある、うん、横断歩道が、うん、まあ、テレビにも出ちゃったんだよね、うん、でも東京タワーが見えると、してるとかやね、東京タワー見えて、うん、欅坂の、うん、イルミネーションも撮れると、うん、あるんですけど、うん、ぜひそこの上に行ってください、上に、うん、歩道橋が登って、うん、そこで撮らずに上の方が綺麗です、うん、間違いないと思います、うん、みんなそこ勘違いしてます、こ見渡せるもんね、見渡せるんで、うん、ぜひねそこ、欅坂とかよく上がってるやつ、そうそうそう、欅坂行った時は、うん、ぜひそこからね、うん、撮っていただくと、うん、ものすごいイルミネーション撮れると思います、綺麗で、いい、ね、しかも今回多分麻布台ヒルズも多分撮れると思います、できたもんね、うん、一緒に撮れるんじゃないかなと、あ、確かに、いうふうに思いますね、いいですね、うん、で2つ目はその近所、ご近所ね、はいはい、ミッドタウン、はい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 、ここがまた一味違ってて、近所、うん、近所、ご近所ですね完全に、うん、ご近所、もう欅坂からご近所、うん、これも16日から始まってます ね、 そうですね、欅坂からご近所で、うん、多分徒歩で六本木交差点を渡っても、うん、5分かからないかな、うん、めっちゃ近いやん、ミッドタウンなんですけど、うん、そこは、またガラッと変わって、うん、毎年オレンジだと思います、
色が違うね。色がもうブワーオレンジです、うん、ずっとオレンジで、うん、歩道もうそこはね欅坂は欅坂しか照らさないんだけど、はい、そこのミッドタウンの、うんイルミネーションはテーマがあって、そのテーマに沿ってなんかいろいろまあやってるんじゃないかなと思うんだけど、歩道がすべてイルミネーションで、うん、途中まで、オレンジの色が、うん、並んでるみたいな感じ。あったかみのあるね。あったかみのある、うん、欅坂は多分青、うん、でミッドタウンは、オレンジ。これなかなか交代賞でいいんじゃないかなと思いますね。ね、うん、いいと思います、うん、はい、あとはもう一つは、うん、ベタですけど、うん、表参道。はいはいはい、表参道はね12月から。12月から、うん、表参道も、うん、まあ駅からね近いんで、もう駅はもう地上に上がった瞬間にもう、あれすごいよね、はい、これ毎そうだね、これはもう悲しいのはなんか上上がられへんやつね。そうだね、規制がね、うん、すごいあるんで、うん、表参道のね、うんうん、高級車が見れるっていうね。ただそんだけの話ですよね。自慢しに行きます、いろんな方が高級車乗って、はい、バイク取ったりとか。でも綺麗やもんな、確かに。そうそうそう、それ表参道は結構ね両側が広くて、うん、これも外国人の方いっぱいいるんですけど、まあ、そこもなんかおすすめかなと。高級ブランド店もいっぱいあるもんね、うんうん、しかししかし私のおすすめはぜひ行ってほしい、これではない、ぜひ東京っていうところを感じてほしいというのは、はい、もう絶対に丸の内だと思います。丸の内の、イルミネーション、ここは行った方がいいと思います。これ何が、ここは何がっていうと有楽町まで、うん、イルミネーションがずっとまっすぐつながってて、うん、どのぐらいあるんだろうな、距離ね、距離ものすごいあるんですよ。ちなみにこれも一応16日からスタート、16日からスタート、ここはね、うん、まあ、ベタではないんですけど、うん、一回感じてほしいっていう、うん、こうなんか丸の内って結構なんかツリーもいろんなとこにあるから、そう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 、なんかスタンプラリーみたいなのやってたりするよね、うんうん、でもそう面白いんだよね、丸の内だからちょっと都会のっぽいところがあって、うん、そういう人たちが来るんじゃないか。そういう人、いや全然違います、皆さん地方から来ます、うん、間違いなく、うん、皆さんそこで写真撮ってる人はみんな遠くから来た人です。丸の内こそ丸の内こそさ、バイクとかさ車でさめっちゃすごいの撮ってる人多いよ、めっちゃすごいの、うん、なんか歩行者天国みたいになってもんね、うん、でもあそこ行くと多分東京駅からかなりそのイルミネーションが輝いて見えるんで、うん、やっぱここだなっていうのを感じるよね、うん、東京駅のとこもバーンって綺麗やもん、綺麗だし、うん、だからそういうのをもし沖縄からね、うん、東京に行くときは、うん、ぜひちょっとね足を運んでもらって、うん、その今言ったところで、うん、それぞれ色があるんですけど、うん、でも丸の内は特に飽きないと思う。両サイドにねショップもあったりとかね、歩くって感じやもんね、歩くって感じ、欅坂はそこ行ってさあどうするの。はいはいはい、はい、着地点がね、うん、欅坂って意外にないの。それ以外ないそう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 、まあ、六本木で遊ぶしかないよね。そう、六本木で遊ぶしかない、うん、でミッドタウンも一周するんだけど、うん、さあどうする、うん、だけど丸の内のイルミネーションは、うん、あそこスタンプラリーもあって、うん、ああそっか、いろいろとさっきのね、うん、はいはい、ツリーとかのね、ツリーとかのスタンプラリーがあって、うん、ちょっと面白い企画もあったりして、うんうん、でも結構時間かかるもんね、時間ちゃんと見ようと思う。そう、もう写真撮るにはね、うん、どこから写真撮っても、うん、どんなカメラで撮っても綺麗だと思います、うん、あとなんかちょいちょいオブジェとかさ、なんかカフェとかもあるから、カフェもある、絵になるもんね、うん、カフェもはみ出してあるしはみ出してある、はみ出してるよね、はみ出してある、うん、であったりとか、本当になんか有楽町までつながってて、うん、まあ普通にどこから撮ってもいいんじゃないかなっていう、そうね、うん、絵ができます、うん、写真ができると思いますね、うん、でそういうところをいろいろ今後もご紹介できればなと思うんですけど、うん、でも意外にカステラ的には日本橋の方の、
あ、そうね。あそこおすすめでしょ。日本橋の方のあそこ。あの三井住友。ああ、そうそうそう。ね、あのあれ桜が咲く。桜の時はね、あれ。桜の時だけど、うん、あれもイルミネーションだよな。どっちかっていうと。あれもイルミネーションいっぱいあるよね。うん。あったあった。うん、日本橋の方だけど、うん。そう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 。これ渋いんだよね。これ多分これも外国人の方が。まあ、あの辺だって銀座とか。あれでしょう。多分インスタのリール。そうそうそう。だよね、うん。撮影してるよね、結構ね。うん、撮ってはるなんか本格的ななんか、うん、動画みたいなあれで、うん。私たちはそんな派手なイルミネーションじゃないわよっていう。そうそう、なんか本気の映像ですよ。本気の映像ですよっていうのを撮るときは、うん、あそこの三井住友の、うん、あそこ絵になるよね、日本橋のところのね。でもなんかあのいいですか、私のおすすめ、うん、言って。いいよいいよ。ならば。いいよいいよ、全然。ならば言います、ね。ならばいいと。日比谷のね。日比谷のね。日比谷。はいはい、日比谷。あそこもなんかあのレインボーっぽい感じで。ああ、日比谷のね。階段みたいなのあるやん。はいはい、ありますね。どうですか、あそこ。いいと思いますよ。グリーン的には。いいと思いますよ。あの辺でも、あの、イルミネーションたくさんあるよね。めっちゃある。うん。そうやね。ありますね。そうそうそう。まあだから、他なんかで言うと、なんか遊園地系の。あ、遊園地系、読売ランドとかね。読売ランドとか、うん、あと相模、相模湖までさすがに沖縄の人が。そうだな、でも。ついていくことはないやろうけど。まあ、ワンチャンな、でも。一応東京やけど。東京だけどね。どうだろうね。でもあの、相模湖のイルミネーションって、めっちゃいいって言うもんね。うん。あそこもそうね、読売ランドと。それはなんかそのなんか作り込んでるイルミネーションとしては相模湖はめっちゃいいやん、ね、いいかもしれないね、うん、その全部がもうキラキラみたいな。そうだね。そうそうそう。っていう、あとあの大井競馬場。大井競馬場、あの辺もあれさ行ったことないからね。あれもいいらしいよね、うん、いいって。うん、でも昔1回だけなんか写真撮ったことあんねんけど、あのイルミネーション、あ、ちょっと言っていいですか、写真の、うん、写真視点から、うん、写真視点からいいですか、私一言物申して、うんうん、なんかイルミネーションってあの動いてない光、うん、で今言った表参道とか、うんうん、あるじゃん、そういう、うん、プリンが言ったとこは、うん、光が動いてないパターン。うん、はいはいはい。でも読売ランドとか、うん、大井競馬場とかは、うん、光が動くパターン。あー、 LED が変わりますよと。 そう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 、その場合、うん、なんか写真って静止画やからめっちゃむずいのよ、その撮りたいポイントが。あ、なるほどね。ロガール、これ悩みあってん、うん、ずっと悩んでるけど。それはどうする、どうしていくわけ、その出すために。逆に写真にしたいと、うん、どうしてもこれをと。写真にしたい時はもう、うん、その色が来た時に撮るしかない。なるほど。でも最近多分映え的なやつは皆さん動画やから、うん、動いてるやつをのとこに行く人多いよね、やっぱり。ああ、そうだね、うん、動画で撮れば問題ないと。結構皆さん動画じゃない。うんっていう意味で言うと、あのそのイルミネーションとはいえ、うん、この2パターンが、うん、まああるっていう、ね、まあ動画で最近でも凝ってるから、うん、動画で撮らなきゃダメなっていうそのイルミネーション多いね。そうだから、そう、凝ってるから、動いてるやつは、うん、結構カメラやる側としたらマジでってなる。なるほど。でもだから多分映えを拡散してほしい側、うんうん、企画側は、うん、やっぱどう動かすんやろうなっていう。なるほどね。これはね、なかなか違う視点でしょう。そうだね、まあ、イルミネーションとは違うけど、うん、東京タワーっていう建物自体をもうイルミネーションしちゃえっていうのもあるしね、うん、確かにね、うん、東京タワーも今すごいからね。そうだよ、もうなんこのアングルずっと待ってますっていう外国人の方が並んでるんだもんね。すごい。あ、変わってくれってこと？でもずっとそこでもうそう一人撮ったら次のカップル交代、うん、カップル交代って言って、うん、ずっとあの写真のそこのアングルがあって、あの日赤のね、あの日本製エネオスのエネオスをエネオスのバックに東京タワーが、これなんかエネオスなんだろうね。そうじゃない、なんかローソンと富士山みたいなやつじゃない。エネオスを撮ってんだよ、ずっと。ガソリンスタンド撮ってると思ったら、なんでガソリンスタンド撮ってるんかなと思ったの。
わかる、あそこの場所。わかるわかる。わかるよね。あの赤羽町のところ。なんで撮ってるんかなと思ったら、その先に東京タワー、うん。すごいね。これをずっとこのアングルだけを求めて並んでるのよ。うん、もうちょっといいとこあるって教えてあげたいけどね。実はっていう。あの豆腐屋さんあるじゃない。どこだっけ。うん、あの地下の、うん、その芝公園の駐車場、うん、あそこも有名なの。そうね。もう有名になっちゃったの、うん、そうなんか暗黙の了解で順番待ちになってた。それは確かに邪魔やもん、ね、そう順番待ちになってて、まあそういうところを今ね、日本人の方が撮るわけじゃなくて、もう海外の人が陣取っちゃってるの、うん、みんな知ってるね、みんな知ってんの、うん、でも鉄マニアからすればあそこじゃない、うん、あそこじゃないね、うん、まあ違う、皆さんの違うアングルがあるわけ、まあそりゃそうやね、うん、だからあんだけ撮ってたって自分も違うとこ撮りたいなっていう欲が出るよね。そうそう、いろんなとこを撮ってみたいっていうのがあって、だからそういうふうにその建物自体をイルミネーションにしちゃうとことか、うん、まあプロジェクションマッピングとかいろいろあるけども、うん、でも実際は自然体のイルミネーションで歩いてた方が、うん、まあ、ね、まあ楽しめるかなと、うん、そりゃそうだね、うん、ぜひね、うん、東京あちこちでやってるんで、ものすごい電飾ありますからね。ありますからね。ありますから。でもその中でも今言ったイルミネーションは行ってあすごいなって感じていただけるような。そうね。うん。ぜひ来たね、あの東京行った時は。まあ沖縄もなんか結構いろいろなんだっけ植物園みたいなところもちろんやってるって、もちろんね、そっちも気にはなるけど、ね、うん、行ってみたいなと思って。そうだね。うん、まあ高層ビルが並んでる中で、うん、そういうイルミネーションバーンあると、うん、東京せっかく行ったから感じると、まあ、電気が多いからほんまに綺麗に見えるよね、うん、そのビルの電気もあるし、うん、その作ったイルミネーション電気があるから、うん、ほんまキラキラして見えるよね、もうそういうとこばっかりになるから今ほとんどこれからの時期ね、これからの時期はなるん で、 すよ、面白いよねイルミネーション自体が、今年も撮りに行かなあかんなっていう、そうだね、撮りに行かなきゃいけないし、そうだね、そう新しいとこも発見したいなっていう気もするけどね、そうなんか新しいとこいっぱいできてるらしいんだけど、うん、ただやっぱりそのやっぱりベタなとこっていう、うん、ベタっていうかもう有名なとこは一回感じてほしいなっていうのがある、うん、そうね、うん、まずは東京から、まずは東京の丸の内からあれは歩きがいがありますよ、そうやね、うん、ダイエットにもいいかもしれない、ダイエットにもいいよ犬散歩してる人もいるし、でも ああいうイルミネーションはなんかこうデート的に行くケース多いから、うん、なんか女子的にはやっぱあのヒールとか履いていったら痛いよ、うん、足痛いよっていうね、テレビでさワンコーナーでさ今東京の丸の内のイルミネーション来てますってあるじゃん、あるあそこだけは体験、あれだけは体、あれだけはね、まだね、まあ、ごく一部なのよ、あそこ歩いた方がいいと思う、そうそうだね、絶対歩いた方がいいと思う、じゃあね皆さん、うん、あの歩いてもらうっていうこと、そうだね、うん、あのぜひ行ってみてください、はい、
FM 那覇はい、さて、さてこのコーナーはみーみー .me の情報を少しお伝えしていきます。はい、みーみー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができ、さらにキャッシュバックシステム搭載型のウェブサービスになります。ここではみーみー .me でできるあれこれをご紹介していきます。はい、はい、あれこれステッカーがね、先週作って渡してますみたいな。すごいですねすごいですね。なんか知んないですけど、ね、増刷ですか、うん、そうなので、ちょっと違うパターンでもね作ってみようかなと思って。あ、いきなり倫理書ですかそこ、うん、ここはもういや、もう私の決定倫理何も聞いてないですよそんなこと。倫理でいきます。何も聞いてないですよ。何も言ってないんで。あ、決め、もう言う。あの、お支払いだけ。回しときます。回しときますんで。増刷ですね。そうですね。まあ、なんか、いい感じのができてるなっていうので。なるほど。うん、これ、皆さんが貼っていただいてるのね。私、楽しみにしてるんで。私、楽しみ。なるほど、うん、あ、でも増刷ですね、うん、はい、まあ、ね、まあそこはもう言ってしまったことなんで、そうです、ね、なんとかしましょう、まあね、そうしましたら、はい、そうしました、はい、ここで言った方が通りやすい。そうですね、もう通っちゃう何でも通るわけじゃないぞ何でも通る、まあまあまあ、一応まあ揉む企画もありますよ、ちゃんとですか、ありますけどね、あ、まあそんな感じで好評だっていうことで、そうです、よかったですね。なんで、まあ、ホームページも作成もね、たくさんの方にまたどんどん使ってもらいたいなっていうのがあるんで、ぜひぜひね、ちょっとただでやらせてもらわれへんかなみたいな人も、うん、今いたら、うん、まあ、一回声をかけてもらって、そうだね相談はどっても乗らせていただくっていう感じで。そうだね、ただっていう言い方よりは、まあ、うちを使って自分のビジネスがもちろんもちろん本当に飛躍できるとか、もちろん、うん、そういうのが感じられた方であれば、うん、無条件でただただでは、ただっていうのは言い方良くないね、うん、こちらも魅力ながらお手伝いさせていただくと、まあモニターさんっていう形ですね、簡単に言うと、うん、モデルさん、うん、モニターさんっていう形を、まあ、前から言ってる通りですけど、うん、それはもう常々言ってますけども、うん、できればいいかなと、うん、お手伝いできればいいかなと思ってますので、そうですね、うん、なんでステッカーも好評で、ホームページもそうやって使っていただいて、うん、ではまだまだやっていきましょう。欲張りなんですよね、うん、まあ、最近ずっとその欲の話してますけど、はい、まあ、もうこれはもうしゃあない。まあいいんじゃないですか、全然。そうですね、うん、そんな感じですよ、うん、ステッカーだけで今んとこ押し、あ、どうなんだろうね、まあ、これからいろんなものを作って、面白いのも作っていこうかなとは思ってますけど、うん、最近なんかそういう、まあ、グッズを作り始めているから、うん、まあ、いろんなそのさっき話したそのバスケのチームの、うん、そうそうそう、グッズとかも、まあ、目にするじゃない、あれ参考になるよね、うん、こんなのあるんだみたいな、うん、でもいいなって思うよね、やっぱり、うん、そう、そこばっか目いっちゃって、そう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 、なんかお勉強しに行っちゃったんだけど、そう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 、うん、本当に何だろう、参考になるっていうか、うん、ああこういう形でやるんだなとか、うん、まあでもファンがついたら何でもいいんかなっていうのをなんかちょっと思ったりもするよねまあそうだね、そうなってきちゃうんだろうね、うんうん、T シャツとかさ、トレーナーとかさ、うん、いろいろあるじゃない、うん、でそういうのってやっぱりさ、基本的に
そのなんていうんだろうな、うん、置いとくとさ、うん、結構はけていくじゃない、うん、はけるって言い方悪いけど、うん、あのまあすごく売れていっちゃうのがあるじゃない、うんうん、だからそういうのを見てるとわすごい力があるんだなって、うん、本当にね、うん、もうマジで、うんうん、まあそこでなんていうミーミーは別にビジネスにするわけじゃないので、うん、でそういうとこをやっぱりさ、うん、ああいうバスケットボールとかさ、うん、やってるその会社さんはさ、うん、利益にするわけじゃん、うん、買ってくださいよ、まあね、でも、まあ、そこはちょっと、うん、なんていうんだろう、ベクトルは違うんだけど、うん、ミーミーの方は、うん、ミーミーの方はなんか趣味レベルで作ってるレベルそれがなんかはけてなんかね、なんかすごいなっていう状態になってる、うん、わけだから、うん、まあそれはねそれでいいかなと思いますよね、うんうん、まあ、ちょっとねミーミーのアップデート情報ね、うん、よかったですよお伝えしたという、うん、これからもなんかいっぱいいろんなものを作っていきましょう。そうしましょう、はい、じゃあリンギはもうそういうことでそう仕方ないんですよはい、そろそろお時間となってきました、はい、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。はい、はい、いいですね。楽しかったですか。楽しかったですよ。東京の情報もちょいちょいこれからちょっと出し、まあ、もちろん出していくんですけど、まあ、季節ごとの情報はね、うん、なかなか、ま、自分が感じたことをね、うん、言ったりとか、うん、見たりとか、うん、そういう感想を言うのも、うん、なかなか伝えられるんじゃないかなと思うの で、うん、そうですね、はい、うん、もうイルミネーション情報とかね、うん、例えば、まあ、スポーツの情報とか、冬だから冬なりのイベントもいっぱいまた出てくるしね、うん、そういうのを伝えていきたい、まあ、これからね、うん、まあ、冬はイベント多いからね、結構 ね、 多 い、 よね、うん、多いと思う、まあ、食べ物の情報とかね、まあ好き好みもあるし確かにもう好みもあるからね、なかなかお伝え、まあ、味のことってお伝えするの難しいんだけど、難しいよね、うん、でもまあイルミネーションとか、うん、そういうのはここでやってますとか、ここ絶対行ってくださいと、いいよね、マストですよっていうのはちょっとどんどんね、うん、場所的にはお伝え していこうかなと、うん、できるだけ行きやすそうなとこで、ね、うん、そうそう、まあ、電車でね、バス、まあ、バスももちろんあるんだけど、電車で、まあ、インターネットで調べると、うん、ここですってのが出てくるので、うん、まあ、行って感想は伝えれるもんね。そうそうそう、うですよ、うん、その部分は、うん、行ってみないと感じていただけないところあるので、うん、ぜひぜひこれからもね、進めていこうかなというふうに思います。楽しみにしてます。はい、はい、メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手はプリンでした。カステラでした。また来週。